Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient history in wonder. Today's story is about the Dagon tribe and their mysterious connection to Sirius by Ancient Cadecom website. Ancient Cadecom website starts its story as follows by saying, The brightest star in the sky is Sirius, without a doubt. The name Sirius comes from the Greek language and it translated as a glowing star or bright star and what might appear as a single star is in fact a double or even possibly a triple star system according to observations made in the 1920s apparently our scientists are beginning to accept just now what ancient people worldwide already knew thousands of years before us like the dogon tribe in africa According to Wikipedia, almost one million pages of manuscript have been found in Timbutuku Mari on mathematics and astronomy established in Mari Empire, that is to say, the Dogon tribe had established knowledge of astronomy long time ago. Ancient code come right like this as well. How is it possible that Dagon had all this astronomical knowledge without tools to observe the sky properly? 今日の物語はアフリカ・マリのドゴン族の謎についてです。ドゴン族は適切な天文観測装置を持っていなかったにもかかわらず、シリウスが多重天体であることを知っていました。近年になって発見された シリウス・の存在ままで知っていました。それだけではありません50年ごとにそれらの三重星が元の位置に戻ることさえ知っていましたさらに木星の大きさまた木星には土星と同じような輪缶があり木星の衛星の数さえも正確に知っていましたそうした記録がティンブツクだけでも 100万枚近い書類となって残っているというのです。驚きですね。で、ドゴン族のイースタイによれば、そうした知識をドゴン族はシルスからやってきたインストラクター、つまり神ですね。先生神と呼ばれる神から教われ教え、教えられ、教わったというのです。世界には大パーツがたくさん残っていますが、ドゴン族が私たちに伝える知識は 知識ののオーパーパと言えるものですまたドゴン族周辺からは奇妙なアーティファクトがたくさん見つかっています。精緻なビーズ玉でよく知られているドゴン族ですが中にはというよりどれも異星人との深いつながりを示すものもたくさん発見されています。で大切なことはこうした事実からその向こうにある理論を 組み立てていくことではないでしょうか発見した、不思議だ、発見した、不思議だだけを繰り返していては前には進めないということです。さらに言えば、こうした事実を生かすこともできなければ、私たち人間の先頭の知恵や知識を人間の未来に向かって役に立てていくことができないということです。つまり、こうした情報を素直に拾い集めれば、その向こうに シリウスからやってきたエイリアンの姿をそのまま見ることができますそういった意味でもドゴン族が伝える天文知識には重要な意味が隠されていますドゴン族の伝える知識は紛れもなく知識の大パーツですねで今このドゴン族の周辺から見つかったアーティファクトを見ていただいています、まあ、これを 見てですね、人間というべきかどうかですけどもみんなですね森本聡さんが見つけてくださいましたスウェーデンのゴットランドで見つかった、まあ、実に奇妙なアーティファクトです。現在、大英博物館にあるそうです。でここにまあり掘り込まれているエイリアンまあ博物館の方では怪物ということになってますけどもとドゴン族の残したアーティファクトのそれと大変よく似ていることに注意してください。 で、私はこれはですね、以前検証しまして、UFO の内部、それを 3D スカルプティングといいますかね、プロッターのようなもので彫り込んだものだと考えています。実にまあ聖地といいますか、奇妙なブローチ、まあ、大博物館の方ではブローチと表現しています。大きさはわかりませんけども、ブローチ台の大きさだからブローチと言われているんだと思います。で もうこうして見ていきますとですねシートベルトをつけたエイリアンが2人、えー、座っているのがわかりますそして中央にはですねコントロール機あるいはその重力制御装置のようなものがついていると私はそのように判断しましたというのはこれと同じものがですね、えー、デンマークでも見つかってますしさらに遠く離れた、えー、マヤアステカでも見つかっているからです、まあ、それともかくもこうして比べてみますとここに 彫、まあ、り込まれている、まあ、ここにです、ね、説明ありますけど、10世紀頃、えー、スウェーデンのガットランドで作られたものであると。で、ここに彫り込まれているのは、アニマルであると。動物であるというわけですね、まあ。それに納得するかどうか、あるいは逆にどちらがこじつけかという問題にもなるわけですよね。私がこれ,がこれをですね、UFO のナイフだというのはこじつけなのか、それともここに彫り込まれているのが動物、あるいはマンスターともありますね。モンスターなのか。 どちらかどちらがこじつけかということですよね。まあその判断は皆さんにお任せしますけども、このゴッドランドで見つかったブローチに彫り込まれているエイリアンらしき、まあ、人物と、そして、えー、ドゴンの、まあ、発掘物の中にある像とですね、まあ大変というがよく似ていると。まあ似ているというレベルでね、それ以上の証明はできませんけども、似ているということになります。いかがでしょうか長い頭、低い頭、そして決めた口ですね。 そして、ドゴンの天文学に戻ってみます。まあ、こうした書類がですね、100万枚近くも見つかっているというんですね。一つの街だけで。で、それについてですね、えー、翻訳、これからの資料を翻訳していますが、これはですね、ancientcode.com というところがですね、発行しているウェブサイトの中に、中の、まあ、 あきちまあこういう言い方は失礼かもしれませんけれどもきちんとした論文ですそれを翻訳していますのでどうかお読みになってください で検証を進めてみますが、これがドゴン族の居住区ということになるのでしょうか。で、この視点を挙げてみますとですね、この、まあ、ティンブツ区、そして私が名前が分かりませんので、マウント・アロー、矢の山と呼んでいる山がその近くにあるのが分かります。上の方ですね。で、今のところに、まあ、ドゴン族の居住区があるというわけです。で、ライン理論で簡単に説明してみます。 で、もう一つ、この天ン区の町、右が天ン区です。そして、左が矢の山。マウント・アルロと私が勝手に名を付けています。その94キロ、この中心までがね、ありますけども、ここに奇妙な山があります。どうしてこの山が奇妙かと言いますと、この下の黄色い線、右に行けばエトフです。エジプトのエトフですね。私が、まあ、この壁画からですね、このエトフは宇宙へのエイリアンたちの ハブ、まあ、空港であると判断しました。そして左へ行けばナスカです。そしてこの直線はグラントクロスの上に、寸分のクルーもなく重なります。縦線はポパカティピテスなーちティオティワカンのすぐ近くの山です。横線は、まあ、いわゆる、まあ、ティンプツクのそばを通ってエトフに行くということですね。ということで今日はドゴン族の謎について考えていました。Uh, thank you very much for watching and see you again next time. Bye!